9番石田麻也さん、立教大学。立教大学1年生石田麻也、シニアデビューシーズン東日本選手権では本人も驚く3位表彰台に上りました。大きく飛躍した今シーズン、初の全日本ショートの演技に向かいます。バラを拾う仕草から始まりました。ショートはローズ。トリプルフリップ、ダブルトーループ、高さがしっかりありました。トリプルルッツ。フライングシットスピン。バラのような美しさ、トゲのような勇敢さを表現したプログラムです。次が石田が得意とするジャンプ、ダブルアクセル。足換えのコンビネーションスピン。表現面を磨いてきた今シーズン、より気持ちを込めてプログラムが滑れるようになったと話します。ステップシークエンス。レイバックスピン。今シーズン最も素晴らしい演技をこの全日本の舞台で見せてくれました。石田、ショートの演技を終えました。シニアデビューシーズンで掴んだ初の全日本、石田のショートの得点が出ます。ショートは 54.12、 この時点で4位につけています石田麻也です。